とことん競馬を楽しみたいならグリーンチャンネルウェブでしょ。マルチ会員なら最大5チャンネル配信、好きなチャンネルを選んでじっくり観戦、見逃したくない一瞬がある。グリーンチャンネルウェブで検索。競馬ファンの皆様おはようございます。おはようございます。2月12日日曜日、グリーンチャンネル中央競馬全レース中継のスタートです。さあ、 JRA の今年最初の G1 は来週ね、フェブラリーステークスが行われるんですが、はい、今日の京都記念は、まあ、G2 ではありますけれども、G1 ホースが3頭ということでね、かなり豪華なメンバーですよ ね、 ねもう G1 ですって言っても過言ではないぐらいのね、はい、豪華メンバーが揃った今年の京都記念です、はい、そして共同通信杯、こちらもねクラシックにつながる一戦ですので大注目、今日は2つの重賞を中心にお届けしてまいります。では朝一番の3条の天候と馬場状態から確認しておきましょう。東京競馬場天候晴れ、芝良ダート不良。阪神競馬場天候晴れ、芝良ダート良。小倉競馬場天候晴れ、芝やや重ダート重のコンディションとなっています。なお今のところ出走取り消し、機種変更はありません。お天気はいいですか、少しね、はい、馬場は悪天候の影響が残ってというところですかね、うん、3条の天候と馬場状態をお伝えしましたが、各競馬場の様子も見ていただくことにしましょう。まずは東京競馬場、こちらはパドックブースとつなぎます。東京今日のパドックブース進行は小山愛理キャスターです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あの府中の方はだいぶ雪が降ったんだなと、うん、昨日あの競馬場行ってみて思ったんですけど、今どうですか、はい、残ってたりしますかまだ、パドックのところも、うん、あのコースの方もまだ少しだけ、うん、あのちょっと隅に残っている雪がありましたけど、はい、まあ、今日かなり気温が上がるようなの で、ね、今日一気に溶けていくかもしれませんね、はい、ちょっとその辺も含めて先に詳しい天候と馬場状態をお願いします。はい、それではお伝えします。天候は晴れ、日中の予想最高気温は16度、競馬開催中の降水確率は午前 10% 午後 0% です。それでは芝コースからお伝えします。馬場状態は良、昨日は芝レースの始まる昼頃にはやや重に回復し、今朝良馬場に回復しています。今朝は乾燥もしておらず標準的な水分状態で、今朝のクッション値は 8.9 の値となっています。Dコース6日目を迎えますが、昨日のレースで向こう上面の中ほどから3、4コーナーおよび正面直線の痛みが少しずつ進んでいて、中でも4コーナー付近の痛みが目立っています。続いてダートコースです。ダートコースは不良です。水分の抜け方はゆっくりですが、今朝は重馬場まであと一歩くらいの水分状態なので、ワンランクの回復は見込めそうとのことでした。こちらからは以上です。はい、ダートコースはまだ少し雪の影響が残って不良という、ね、朝一番の馬場コンディションにはなっていますけれども、ね、今お伝えいただいた通り16度、ね、暖かくなりますね、春の陽気ですよね。本当ですね。今の体感はどうですか、まだちょっと寒いですか。そうですね、やっぱり朝はちょっと肌寒いなと思ったんですけど、うん、やっぱりこの朝家を出た時もう結構明るいですよね、はい、そうですね、うん、はい、うんうんうん、やっぱりね、立春も過ぎましたし、うん、春が近づいてきてます ね、 ね、少しずつ少しずつ、本当ですね、はい、なんかこうレースの雰囲気も ね春の G1 に向けてというのも、ね、はい、増えてくる時期がありますけども ね、 いよいよですね、はい、今日も一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、続いて阪神競馬場のパドックブースともつなぎましょう。全国の三笠さんファンの皆様、お待たせいたしました。藤原むかキャスターです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今年もということでね、よろしいですね、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。阪神に代わりまして、はい、パドックブーストのね、このクロストーク関西も復活ということなんですけれども、はい、はい、小堺さん楽しみにしてたでしょう。はいいやいや、本当に楽しみにしてましたよ。楽しみにしてます。本当ですか若干今圧を感じましたけど、はい、いやいやいや、はい、そんなことないです、はい、もうあの楽しみにして今日ね、どんな子のお話しようかなと思ってたんですけど、
結構美賀さんの服装的には暖かくしてきた感じですけどすいません今日、はい、あのこちらは15度まで上がる予報で、そうなんですよ、間違えましたねこの服装は。間違えました。もうあの明らかに冬仕様で来てしまいまして、思わぬ、ね、はい、気温の上昇という感じですね。そうなんですよ、気温上がるのね今日だけみたいなんですよね、はい、ちょっともこもこした格好で、では、まあね、朝一番の天候とパワー状態よろしくお願いします。腕まくりしながらお伝えしたいと思いますので、はい、お願いいたします。では詳しい天候からお伝えしていきます、はい、青空が広がり日差しが降り注いでいる阪神競馬場、風はほとんどなく穏やかな朝となっています。今日日中は晴れで降水確率は正午までが 0%、 正午から午後6時までは 10%、 気温は15度まで上がる予報です。それでは馬場状態です。芝コースは良、今朝のクッション値は 9.5、 A コースを使用します。昨年暮れの開催終了後、痛みの激しかった内回り 3,4 コーナーから正面直線にかけて芝の張り替えを行い、全体的におおむね良好な状態で2023年の開幕を迎えた芝コース、1日使用しましたが目立った痛みもなく、コンディションは昨日からほとんど変わっていません。続いてダートコースです。ダートコースも良の発表です。昨日より含水率は若干下がったものの、まだ適度に水分を含んでふっくらとした状態です。今日は晴れて気温が上がりそうですが、大幅に乾きが進むことはなさそうです。はい、こちらも阪神競馬場も15度まで上がるということで、本当に、ね、春の陽気かなという感じなんですけども、ね、今日は阪神のファンの皆さんもショート記念は楽しみでしょうね、うん、いや本当にですよ、ね、もうね、はい、皆さんウキウキしながら競馬場に来られるんじゃないですかねそれぐらい楽しみだと思いま す, すよ、ねね、本当に大変素晴らしいメンバーの京都記念になりましたね、豪華ですよね、はい、皆さんもたっぷりパドックも楽しみながら伝えていただければと思います。そうですね、はい、一日楽しみながら頑張ります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に小倉競馬場の詳しい天候と馬場状態も見ていきましょう。小倉競馬場も天候は晴れです。今日も気持ちのいい青空が広がっています。風もなく穏やかな朝です。降水確率は午前 10%、午後 70%。雨の降り出しは夕方以降の予報です。日中の予想最高気温はこちらも高く17度となっています。では芝コースから見ていきましょう。馬場状態はやや重、今週から B コースを使用します。内柵を3メートル移動したことで内側の傷んだ箇所はおおむねカバーされました。ですが金曜日の雨の影響が残って、昨日は渋った馬場で使われたことで、向こう上面から 3,4 コーナー正面直線と痛みがさらに進み、外へ外へと広がってきています。含水率はまだ重馬場に近い状態で、今日も使われるごとに痛みが進みそうです。レース中の両馬場への回復は難しいというお話でした。続いてダートコースです。こちらは主の発表です。今朝不良馬場から回復しましたが、含水率はまだ不良に近く、たっぷりと水分を含んだ状態です。こちらも1日重馬場で推移していきそうというお話でした。ここら晴れてはいるんですけれども、ちょっと馬場の回復は難しそうというね、芝ダートともにというところですね。今日のメインレースは北九州市政60周年記念というタイトルもついています、はい、北九州短距離ステークス組まれています。芝の 1200m 18とオープン戦です。三条の朝一番の競馬場の様子もご覧いただきました。さあ今度は再びパドックブースとつないでメインレースの展望を中心に伺ってまいります。まずは阪神のパドックブースとつなぎましょう。阪神前半のパドック解説、デイリースポーツの井上達也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。阪神開催がスタートしてというところで、京都記念本当にいいメンバーですね。そうですね、本当にこの先 G1 につながる、なかなか豪華なメンバーが揃ったかなという感じはしますよね。はい、昨日1日開幕日、芝のレースはご覧になってどんな印象ですか？そうですね、やっぱりあの開幕週ということもありますしね、うん、あの非常にいい馬場コンディションかなという感じはしますけどね、はい、改めてその芝の様子もご覧いただいております、はい、少し内面の、ね、張り替えを行ったというお話もありましたけれども、阪神朝一番は芝ダートとも両となっています。さあそれでは京都記念のお話伺ってまいりましょう。出走メンバーはご覧の13頭、 G1 方3頭を含む豪華共演です。では井上さんの印見てまいりましょう。
本命は1番マテンローレオにつきました。対抗が12番ドーデュース、黒三角8番のプラダリア、白三角はご覧の4頭、筆頭は10番のエフフォーリアとなっています。まずはマテンローレオのお話伺っていきます。レースは前走中山金杯をご覧いただきましょう。最後の直線ちょっとだけこう狭いところもありましたかね。そうですね、まあ、あの道中から、ジョッキーがずっとこう外へ出したがってはいたんですけども、ずっと外からブロックされてるんですよね。でなかなか外に出せずに直線を迎えたという形で、まあ、その直線も、ね、ちょっとこうスペースがなくて追い出しが遅れたかなといった感じがありましたけども、はい、まあ、それでも、ね、最後バタぶつけながらでもこう5着、コンマ1秒差ですからね。まあ、あの着順ほど、負けてもいないですし、まあ、内容的にも、ね、まあ、先着を許したのはこの馬よりもみんな軽い馬だったんで筋量がね、まあ、そう考えると、まあ、十分力示したのかなといった感じはしますけどもね、はい、今回は56キロということになるわけなんですけれども、中間の様子なども含めて教えていただけますか。そうですね、本当に以前はこう馬場に入るのもちょっとこう難しいところ見せたりしている馬でしたけども、非常にね本当にこう成長が、確かな成長が感じられるといった感じはしますし、はい、やはりねハーツクライ3区、まあ、遅咲きの馬が多いですし、ここからね本当にどんどん良くなっていくのかなという感じがしているのと、まあ、個人的にはこうダービーで本命にした馬なんで、ダービーは残念ながらこうレース中の骨折ということで結果出なかったですけども、まあ、それぐらいのポテンシャルを持っていると、個人的には思っています。はい、そうですよね。でも2歳3歳の早い時期からこう素質は評価されてた馬ですもんね。そうですね、本当にジョッキーの、横浜のりひろジョッキーがいろいろこうねレースもそうですし調教でもそうですけども、いろいろなことを教えてきて、ここに至ったというところで本当に成長を、まあね、当然こうダビバもいますけども、その差を埋められるだけの成長を、していると思います。4歳はマテンローレオ本命の印となりました。対抗がその同期のダービー馬ドーデュースということになりました。改めて日本ダービーのレースぶりも振り返ってお話しいただきたいんですが。そうですね、本当にやっぱり決め手がある、まあ、皐月賞でねその決め手を、生かす競馬で、まあ、敗れはしましたけども、おそらくこれ、ダービーにつながるんだろうなという競馬をしましたよね。それが、まあ、しっかりと結果に現れたダービーだったのかなといった感じがしますね。海外での2戦というのは、まあ、4着、凱旋門賞は19着ということにはなりましたけれども、この経験というのはどうなんでしょうね、馬自身にとってはどんな経験だったでしょうね。まあ海外行くとねやはり一つたくましくなると、一般的にもこう言われますし、まあ、とにかくね、竹高ジョッキーが振り返ってられたのがやっぱフランスではおとなしすぎたという話だったので、その2戦に関してはまあ、ほぼ参考外というか、力を出し切ってないんだろうなといった感じはしますよね。なので、もう一回ここで改めて力を発揮してほしいですし、まあ、時差を、ね、はい、ドバイターフということが目標に掲げられているので、いい形でやっぱり、ね、こう弾みをつけたい、一頭ですよね。今回に関しては仕上げ面というのはどう見てらっしゃいますか。そうですね、ジョッキーがちょっとこう休み明けって感じというね1週前の評価でしたけども、まあ、ちょっとこうやっぱり調教の動きっていうのはいくらかこう重いかなという感じは見受けられるんですけども、はい、まあ、それでもね、今週の動きなんか見ててもやっぱりもともとのポテンシャルが高いんで、まあ、やればやるだけ動くといった印象もありますしね、最後のキレっていうか体の、この運び伸びなんかはねやっぱりさすがだなと思わせるところありますよね。はい、ダービーは12番のドーデュース対抗の評価をお話しいただきました。そして8番のプラダリアが黒三角の印となっています。こちらも4歳馬、レースは前走日経新春杯をご覧いただきたいと思います。最後外を伸びてきまして3着でしたね。そうですね、今年の指導戦ではあったんですけども、はい、まあ、外枠でこうポジションがちょっと下がったというかね、そういったところが、まあ、あったっていうのはやっぱりちょっとこう最後に響いたのかなといった感じはしますけども、はい、まあ、とにかくこう左回りだと、左に持たれるということなので、やはり右回りのが、スムーズという、ジョッキーの見解もありますし、まあ、とにかくねこう乗りやすくて操縦性がすごくいいと、ジョッキーも惚れ込んでる馬なんで、まあね、こう鞍上自体は、怪我明けということにはなるんですけども、ね、はい、まあ、昨日も、ね、しっかり競馬、レース、まあ、経験してますからね、まあ、ここへの不安というのは特にないのかなという感じがします。今調教もご覧いただいているんですが、陣営の皆さんもこう馬体の成長というのもすごくコメントをされてますよね。そうですね、非常にこう馬は、ね、良くなっているように思いますしね、もともと
完成度が高かったというわけではないので、その中で、しっかり走ってきたというところでやはり、ね、伸びしろがあったということでしょうね、はい、プラタリア調教の様子もご覧いただきました。今4番人気となっています。そして白三角の筆頭エフフォーリアです。今回もね、いろいろな工夫をされて参戦というところだと思うんですが、まずは有馬記念を振り返ってご覧いただきましょう。こちらはどう評価されますか？そうですね、まあ、とにかくね、この馬の復活を、ファンは、まあ、待ち焦がれているといった印象がありますけども、そうですね、有馬記念は、まあ、反応こそ一息でも直線はね、こういった2番手に、上がるようなところもありましたから、はい、まあ、少し前進があったかなといった感じがしますよね。とにかくこう大阪杯宝塚記念の負け方がちょっとこう深刻かなというような、競馬をしましたから、はい、どこまでこう上がってくるかっていうところだと思うんですけどもね、まあ、それでもね、やはり無敗で皐月賞を制したまですし、まあ、天皇賞ではね、コントレールを任して、ね、有馬記念を制して年度代表馬っていう馬ですからね。で、今回に関してはやっぱりね、あの輸送ですよね。そうですね、あの輸送が、対策で、木曜に立冬入りして、当日輸送で阪神へという、はい、まあ、過程を、選んだので、そのあたりでどれだけ変わるかっていうところだと思います。気配も注目ということになりそう。エフフォーリア調教の様子も VTR ですがご覧いただきました。白三角、その他ですがインプレス、それからウィンマイティ、最後に9番のキラーアビリティ、ここまで印がついています。井上さんの本命は1番のマテンローレをお話をいただきました。では前半の解説もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。失礼します。さあ、京都記念につきましては、今日の阪神後半の解説、ユーマの須藤博一さんにも予想いただいています。ご紹介していきましょう。須藤さんの本命は12番のドーデュースです。対抗が10番のエフフォーリア、黒三角9番キラーアビリティ、白三角は4頭で8番1番3番13番と上がっています。ドーデュースの推奨理由です。日本ダービーではイクイノックスを退けて世代の頂点に立った馬、フランス遠征は残念な結果に終わったが日本の馬場なら巻き返して当然というコメント届いております。参考になさってください。まあこれかな、なんとなくじゃうまくならないよ競馬。足りないのは裏付けよ。 JRA バンならデータで競馬が理論的になるでしょ。マジかよ、競馬もアップデートしなきゃ。 JRA バン、この人はこの馬か。人に左右されてたらうまくならないよ競馬。君に足りないものは裏付けよ。 JRA バンならデータで比較できるからブレないでしょ。これだけで競馬もアップデートしなきゃ。 JRA バン。ここからは再び東京競馬場のパドックブースとつないでレースの展望です。今日前半の解説はユーマの武井智彦さんです。武井さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。さあ、東京競馬場なんですが、昨日は雪の影響も受けてということでしたが、芝コースいかがでしょうか？そうですね、順調に回復が進んでるみたいで、はい、昨日のクイーンカップが1分33秒1ですか、はい、早い時計での決着になりましたんで、もう雪の影響は芝コースに関しては全くね、心配しなくていいのかなと思います。はい、芝コース今朝量に変わっています。では今日のメインレースのお話伺っていきましょう。今日は共同通信杯が行われます。まあ、本当に毎年ねG1 馬を輩出しているようなレースなんですけれども、今年のメンバー印象いかがでしょうか？そうですね、まあ、突き抜けてすごいメンバーが揃ったのかなというと、そこまでかどうかちょっとまだ疑問なところがあるんですが、はい、それでもそれぐらいのレベルに成長していく馬たちが揃ったという感じですよね。まだ今年の場合全体を通して突き抜けた馬、はい、傑出した馬がまだ出てきてない感じなので、はい、まあ、今日のレース次第では、春のクラシックの主役候補なる馬が出てくるのかなと思います。はい、はい、大注目の共同通信杯、武井さんの印ご覧いただきましょう。本命6番のタスティエーラにつきました。対抗が9番のレーベリング、黒三角1番ダノンザタイガー、白三角は4頭で12番ロードプレイヤー、8番ファントムシーフ、5番タッチウッド、10番シュタールビンと、ここまで上がっています。さあ、まず本命が6番のタスティエーラ、一戦一勝馬になりますが、この新馬戦圧巻のデビュー戦でしたね。そうですね、はい、非常に強い内容だったと思います。
まあね、こうかかることも恐れずにしっかり2番手を取って直線ね、ムーア騎手びっしり追って後続を突き放す形、後半 1000m58 秒3なんですが、上がり3ハロン11秒2ですか、減速することなく突き放しました。まあ、これだけのパフォーマンスができればここに入ってもチャンスはあっていいのかなと思いますね。もともとね、こうサリオス、いきなり見本に入ってきてサリオスと合わせてどうなることやらと思ったらしっかり編入してもうね、高い素質を示していたまで、今回も帰ってきてすぐにカフェファラオというね G1 馬と合わせて、この中間1周前には65秒台という自己ベストの時を出して、最後はねこう血前を確認する程度引っ張り切りだったんですが1波11秒3ですから、はい、明らかにこの前以上充実した調教を遅れてるなという感じがします。はい、ダスティエラ調教の映像もご覧いただいています。今回3ヶ月ぶりになります。2期割れてるんですが今一番人気 4.0 倍となっています。そして対抗が9番のレーベリングですね。こちらは前走の朝日杯フューチュリティステークスご覧いただきましょう。まあ、キャリア一戦で挑んだレースでしたけれどもいかがですか。はい、横2列2頭ずつ並んでね、そう相当外回ったというわけではなかったと思うんですが、上位占めた馬が内ラチぴったり回った4頭で、その他でこの馬は外に出してから追い出して、しっかり正攻法で、3着でした。ちょっとね上位2頭には、届かなかったわけですが、それでもね、キャリア一戦で正攻法、距離も初めてでね、いろいろ厳しい条件を克服しての3着ですから、非常に素質のあるところは示してくれたと思います。この中間はねこう以前よりも氷合いがスムーズになって、しまいに足を使えるようになっていると思います。うん、これもね外ラチ沿いを、しっかりと、鋭い伸び足を見せてくれました。はい、やっぱ鹿戸教師の場合外ラチを回るので非常に、ね、こう充実しているように映りますよね。うん、はい、今日のレースぶりにも注目ですね。こちらが今2番人気で 4.4 倍となっています。さあそして黒三角ですが1番のダノンザタイガー、こちらもね前走惜敗でしたけれども力は示してというところでしょうか。そうですね、こうちょっとこう追い出して内に持たれる、勝った時もそうだったんですけれども、はい、この時も内に持たれてしまって外からこう、ね、万全の体制で追い出したんですが、はい、そういうところがあって、内をうまく立ち回った勝ち馬に、ね、差し届かなかったわけですが、それでいて1分45秒台で走れるわけですから、やっぱり持ってる身体能力は素晴らしいものがあると思います。あとはそう課題をクリアしてしっかりまっすぐ走れれば、うん、クラシック見えてきていい、はい、それぐらいの能力が持ってると思いますね。はい、この馬の中間はいかがでしたか。この馬そうですね、入念に乗り込まれて、うん、しっかりとした動きを見せています。もともとね状況すごく動くので、はい、そこからすごく良くなってるって感じはまだわからないっていうか、あまり変わってないのかなという感じもあるんですが、順調に仕上がってきてると思います。はい、こちらも楽しみな一頭、2番に期待ですね。 4.4 倍と4つになっています。白三角の1番手12番のロードプレイヤー上がりました。こちらは2走前の100日走特別参考でご覧いただきましょう。そうですね、このレースはもう勝ち馬のキングズレインというのが、次走ホープルステークス振りがありながら3着に来ていて一番強い競馬をしたと自分は思ってるんですが、それに迫る足を大外から全く違うところから走って伸びてきてるんですよね。すごい足ですね。そうですね、背足だけなら、世代、トップクラスあっていいんじゃないかなと思うんですが、はい、何せこういう競馬しかしてないので、ちょっとこう共同数字指針杯というレース、このレースレベル的にも外、後方から外一気というのはなかなか厳しいと思うので、まだ4番手評価にとどめたんですが、非常に楽しみがある一頭であることは間違いないと思いますね。はい、注目ですね。そうですね、前走に関してはまあ不利があったので、まあ度外視していいと思いますし、東京で末足をフルに生かせれば面白い一頭ですね。今6番人気で 16.1 倍というオッズになっています。その他の印も改めてご覧ください。共同通信杯の展望から伺いました。では武井さん、今日前半の解説もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ共同通信杯に関しましては東京後半のパドック解説、日刊競馬の久保木正則さんの印もご紹介します。久保木さんの本命は武井さんが最後面白いとおっしゃった12番のロードプレイヤーです。対抗が1番のダノンザタイガー、黒三角は9番レイベリング、白三角は4頭、3番の競泳ブリッサ、8番のファントムシーフ、6番タスティエーラ、4番のシーズンリッチまでついています。本命ロードプレイヤーの推奨理由ですが、前走の京都2歳ステークスは初めての右回りと遠征競馬、おまけにレースでは不利があり力を出し切れなかったが、それでも上がりサンハローはメンバー最速をマークした点を評価、直線の長いコースでの巻き返しに期待したいということです。お二人の印もご確認ください。さあそして今日の B5 ですが、日刊競馬の久保木さんに予想いただいています。ご紹介していきます。1レース目阪神10レースからは4頭、2レース目東京10レースからは2頭、3レース目小倉11レースからは3頭、4レース目阪神11レース京都記念からは10番エフフォーリア、5番キングオブドラゴンの2頭、そして5レース目東京11レース共同通信杯からは6番タスティエーラ、1番ダノンザタイガー、9番レーベリング、この3頭を挙げていただき合計144点となっています。こちらもぜひ参考になさってください。さあ東京競馬場ですが馬場状態の変更です。ダートコース不良から主に回復しました。三条の天候と馬場状態改めてご覧いただいております。東京競馬場は天候晴れ、芝量ダート主に変わっています。阪神競馬場は天候晴れ、芝量ダート量、小倉競馬場天候晴れ、芝やや重ダート主のコンディションとなっています。なお今のところ出走取り消し、機種変更はありません。